ボブ・ブルックマイヤーは、アメリカ合衆国のトロンボーン奏者、ピアニスト、編曲家、作曲家。ミズーリ州カンザスシティ生まれ、ジェリー・マリガンのカルテットに1954年から1957年まで在籍した時に名声を得た。その後、ジミー・ジュフリーと共演し、マリガンのコンサートジャズバンドに復帰した。1980年代、クラーク・テリーと、 1929年、カンザスシティ生まれ、一人っ子だった。ハイティーンでプロになる、カンザスシティ音楽学校に入学し、卒業はしなかった。テックス・ベネキとレイ・マッキンレイのビッグバンドでピアノを弾く。1950年代初頭に、クロード・ソーン・ヒル楽団に移った時に、トロンボーンに専念。1950年代は、スタン・ゲッツ、ジェリー・マリガンのバンドにいた。 1960年代には、ニューヨークのナイトクラブ、ザ・マーブ、クリフィン・ショーなどのテレビ番組のハウスバンド、作曲家のレイ・チャールズ、チャールズ・レイモンド・オーハンバーグなどの編曲などの仕事をした。1960年代初頭に、クラーク・テリーとバンドで共演し、そこそこ成功する。1965年2月には、テリーと b b c にの番組、 ジャズ625に出演した。1968年ロサンゼルスに移住。スタジオミュージシャンになる。10年間西海岸にて、アルコール依存症に陥るも、中毒を克服し、ニューヨークに戻る。1979年のサド・ジョーンズ、メル・ルイス・ジャズ・オーケストラの音楽監督になる。当時は作曲はしなかった。1980年代からは、 ヨーロッパのジャズバンドのために作曲し、共演した。オランダに音楽学校を創設、経営時、ボストンのニューイングランド音楽学校で教えた。2005年、クラウドファンディングのアーキシェールに参加し、自身のニューアートオーケストラによる3枚目のアルバムを制作すると発表。翌年、スピリットミュージックとして発売し、グラミー賞にノミネートされた。同年、 国民芸術基金のジャズマスターに選ばれた。死の直前に発表されたバンガード・ジャズ・オーケストラのアルバムフォーエバー・ラスティングで8回目のグラミーノミネートとなる。2011年誕生日直前にニューハンプシャー州ニューロンドンで亡くなった。マニーアルバムスタン、ゲッツ・ジミー・ジュフリー・ジェリー・マリガンドン・セベス・キーズとシムズ、クラーク・テリー・その他。ありがとうございます。